今日も元気100倍でいきますよ。教えてマロン先生、今回のタカガールからの質問は、アイブラックは何で書いているんですか。野球選手がよく目の下にペイントしている黒いあれ、そう、この名前はアイブラックというんです。これを目の下に書くと、フライを取るときに目に入る太陽の光や照明の眩しさを防ぐ効果があるそうなんです。ほとんどの試合でアイブラックを使用していたマロン先生、まさにトレードマークでしたよね。そうね、何を使って書いてるのかな。あれです、クレヨンみたいな。へえ。これは2種類ぐらいちょっとあって、うん、こういう丸いやつと先がちょっとこうとんがってるやつと、ちょっとなんかアレンジしたいときはそのとんがってるやつでちょっと変えるアレンジメイクみたい。そんなマロン先生のアイブラックにはさまざまなパターンが、うん、まずは縦と横に線を入れたプラス型、そしてこちらは頬まで垂れ下がる独特なデビルマン型。ハロウィン仕様。なぜ複数の種類を使い分けているのかを聞いてみると、完全にカッコつけでしょ。ちょっとそうなの。だってドコムとか絶対いらないっすよ。あ、そうなんだ。ね、デーゲームでもね。ドームは屋外に比べそれほど眩しくはないということで、アイブラックはあまり効果がないというマロン先生、それでもアイブラックにこだわるのにはある理由があるんです。一つのスイッチといいますか、書いてさあ今日も頑張ろうっていう、こうなんかスイッチになってるかなと思います。ということで、マロン先生にとってアイブラックはやる気スイッチだったんです。アイブラックを書いてる理由はテンション上げ上げになるんだぜ。